昨日午後、小山町の東名高速道路上り線で路線バスを含む3台が絡む事故がありバスの乗客ら5人が重軽傷を負いました昨日午後2時半ごろ小山町竹の下の東名高速上り線で路線バスと大型トラック軽乗用車の3台が絡む事故がありましたこの事故で乗客の48歳の女性が重傷 乗客2人とバスの運転手軽乗用車を運転していた男性の合わせて4人が軽傷を負いました大型トラックを運転していた男性にけがはありませんでしたバスに乗っていた50人ほどの乗客は別のバスで移動したということです現場は足柄サービスエリアから3 3先のの片側3車線の道路で 警察がドライブレコーダーなどから事故の状況を詳しく調べています。